はい、パチカバをご覧の皆様こんにちは、渡るです。はい、こんにちは、パチンコオリジナル実践術ライターの大橋遥です。はい、本日はですね、はい、サミさんのショールームにお邪魔しているわけなんですが、はい、今回は、うん、大人気シリーズ、パチンコ第3弾の、はい、CR ブラックラグーン3のおいいところをね、バンバンと紹介していきましょうっていうお話なんですけども。はい、はい、そうですね、今日私たち2人で試出していくんですよね。はい、はい、シリーズ最新作となる本作は、ミドルスペックの各編ループタイプとなっております。はい、そして期待度と報酬がリンクしたバウンティーバトルもさらに進化してですね、登場してるみたいなんですよね。まあ、強敵を倒すほど、うん、出玉が多いというのは前と変わらないんですけども、うんうん、その他にも対戦相手の増加や、はい、仲間の参戦など他にもたくさんいろいろ追加されてるみたいですね。はい、そして本作はなんとゼロアタッカーが待望の復活を遂げているんですよね。そうなんですよ、うん、もうあの16ラウンドを駆け抜ける疾走感が今から楽しみでしょうがありませんね。すごく伝わります。はい、そして本日の動画そして過去の動画もですね、パチガブのアプリの方でご覧いただけますので、皆様ぜひアプリのダウンロード、そして YouTube のチャンネル登録、そして Twitter のフォローの方もお願いいたします。漫画やブログ、機種情報など充実の内容となっておりますので、皆様ぜひチェックしてください。僕のミッションもよろしくね。それでは早速試打していこうと思います。はい、思います。振り向けばここに台がありますね。はい、すごい。試打していきます。よし、いきます。はい、早速、はい、試打の方が始まりました。うん、うん、始まりましたね。楽しくやっていきましょう。はい、楽しく。はい、早速なんですけど、はい、ちょっとスペックの説明をさせてください。はい、はい、大当たり確率がですね、約、はい、299分の1、はい、で、各編突入率が 65% で、はい、各編モードである、バウンティーロワイヤル抜けた後に、はい、100回転の時短が、はい、きます。はい、でラウンド&ラウンド&カウントは、はい、うんうん、6、12、16ラウンドと、はい、でカウントが10カウントとなっております。10カウント、はい、はい、ですね。おっと、なんだろうね。あ、びっくりした。いきなりなんか、いきなりだったから、ね、まだ説明終わってないのにと思って。まあそれはいいことですからね。まあいいことですよね。はい、じゃあざっくりとゲームフローの説明していきます。はい、お願いします。はい、で大当たりの種類が3種類ありまして、で今出た、7で揃う、7スーパーボーナスっていうのが、12ラウンドプラス各編となっております。で7図柄揃いで以外で大当たりする、はい、ロックズミッションボーナスは、はい、6ラウンドプラスエクストラの場合があります。はい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 、でですね、はい、ラウンド中に発生するミッションの、はい、まあ、成功するかしないかによって各編突入するかしないかみたいな、まあよくあるやつなんですけども、ミッション失敗で電サポなしの15回転の、ガールズモードっていう、はい、まあ、ここら辺ね、まあ、ここにいるレビー以外にも、はい、レビーだったり、いろんな女の子、ノベルタだったり、バラライカとかね、バラライカだったりがたくさん出てくるね、15回転の、はい、特殊なゾーンに行きますので、はい、そんなのがあるんだ。まあ注目の通常演出、はい、うんうんうん、まあ、こちらの方が皆さん気になりますよね。そうですね、注目演出って ね、うん、ね、なんか何個かありますもんね。うんうん、でこちらですね、エピソードリーチ、エピソード一番強くて、全3種類ある本気最強のリーチです。最強リーチだ。はい、その3種類がですね、はい、今いた、うんうん、チャンさん、あ、チャンさん、なんか今ちょっとで、うん、こういう人いたじゃないですか。いたかも、まあ、みんなこういう人なんですけど。大体言ってるからね。チャンさんと、はい、うん、で、あとは主人公のレビーですね。レビー、主人公はロックか、はい、まあレビーどっちも主人公、うんうん、で、あとはバラライカ、バラライカ、はい、のその3人のエピソードリーチが、へー、こういう感じなんですよ。もう来たら熱いぞ、もう来るぞみたいな、こういう感じですよ。そう、シャツって、シャツ、うん、はい、いいですね、エピソード熱いな。、はい、やっぱりね、チャンス、ね、緑保留になってますね。はい。ブラック、まあ、あとはですね、はい、ブラッドバスゾーン、ブラッドバスゾーン、こちら激アツを呼び込む先読みゾーンとなってます。へー、あともう一個が、はい、ブラッドパーティーという、ね、うん、演出になってますね。うん、あとですね、はい、こちら、まあ、ブラックラグーンといえば、はい、バトルじゃないですか。あ、まあ、バトルですよ ね、もうみんなね戦いますから、もう精神がもうわーって、気持ちがわーってなってのバトル。、はい、からのですよ、からの
ブチギレ演出。ブチギレ演出、本期注目の演出の一つなんですけども、はい、これね、続けば続くほど、はい、まあ、期待度アップしていこうですね。へー、面白そう。まあ、わーって切れて、うん、わーって、わーって、うわーみたいなことですよ。もうめっちゃもう、もうめちゃめちゃ切れまくったら、そうそう、もうこっちのもんみたいな。そうです、はい、で最終的にね、覚醒すれば、はい、まあおそらくね、はい、レビィさんがぶち切れるんで、はい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 、これか、これですね、ぶち切れ言ったそばから。素晴らしいですよ、これは。うまくないですか、うん、もう最終的に覚醒されやがるんで。されやがるんで。そしたらもうね、はい、もう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 、まあこれもんっすよね。これもん。みんな揃ってる。セクシー、セクシー、かっこいいな。フリーチ的にはこれはそんな強くなさそうですね。まあそうですね、うん、まあ個人的にはベニー好きなんですけどね。 あ、こういうこいつですね、うん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 。まあブチギレ今1回ぐらいでしたもんね。そうですね、まあそんな切れてないですね、うん、そんなにまだまだブチギレぐらいかな。そう、ブチギレね。皆さん1回のブチギレはブチギレって呼びましょう。ブチギレです、はい。でもやっぱこうアニメまだ1話だと全然知らないキャラクターたくさんいるんじゃないですか。そうですね、結構知らないのばっかりで。もう聞いていただければ、ここにエダがいりますからね、中に。へー、ここにいるんですね。この中でお酒飲んでます。ほんとだ、飲んだぐれって、もうなんか、そうっすよ、もうぶっ倒れてるみたいな。でもこの街はそれでいいんです。なんか自由でいいですよね。 それがいいんです。なんか縛られない感じ、うらやましいな、うん。お、なんだ、ネクスト、あー、ネクスト行きました。めちゃめちゃ絵が綺麗ですね。ねー、チャンス、チャンスがあるぞ。ほい、おい、チャンス、チャンス。お、あ、変わるか。おお、もう緑、緑になった。赤とか金に変われ。あ、これね。そうやね、これ知らん、まだ知らん、これ、これはまだですね、まだですね。あーねー、あー、めっちゃちょっとちょっとちょっと無理でしょ、こんなん防ぎきれないですよ。さすがに、あーですよね。もうだってもう強いもん。スンってなりました。俊敏です ね, ね。そろそろ右打ち見たいみたいなとこありますよね。いやもうほんとそろそろね。あ、緑ホリオなってるな、これはワンチャンですよ。ブチギレ全長、全長、全長入ってる。うわ、赤くなってるし。だからブチギレするキャラはレビィだけじゃないっぽいですね。あ、そうなんですか、はい、へえ、他のキャラもブチギレるんだ。だからね、ロベルタと銀次先輩もね、はい、ブチギレるっぽいです。そうなんですね、それもちょっと見たいな。あ、あ、見たいって言った。うん、ロベルタさん、お、すごい、おお、おい、イエイイエイ。ランクアップ。へえ、あ、こうやっていくんですね。あー、へえ、その上がクライマックスなんだ。おお、緑か。
終わり。ああすんって残念残念残念、うん、だからめちゃめちゃ保留変わりますね。変わりますね結構変えてくれますね、うん、あのヘリやるやないかおお腕がいいんでしょうね。腕がいいんですね。おおぶち切れ。はい。お、ブラックラグーン。おっと。ブラックラグーンで。かっこいいな。かっこいいの出てきた。すごいな。全員集合。何このかっこいい音楽。赤くなりましたね。タイトルが。うん。外しが、外しがち。外しがち。うん。まあ、タイトル赤いですかね。ですよね。なくもない。これ昇格しそうな感じ。教師、うん、そのまま当たる感じ。あ、当たった。そうですよね、カラフルだなと思ったので、それはそうですよね。当たった。すごいすごい、びっくりした。このまま当たるんだ。へえ。なるほどね、はい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 、どっちですかね、これは。読み通りに行けば愛でクールな結果になると思うけど今からミッションがあって、はい、それに勝つと、そうですね、格変いただける。格変に、いやなんかね、簡単に当たると、はい、なんか格変じゃないんじゃないかみたいな気持ちになっちゃうんですけどねすごくわかりますはい、おえ、え、ちょっと待って、あ、お、うん、行けよ、おい、よかったー、イエーイ、やったぜ、やったー、格変だ、よかったあ、危ない、これですよ、いや、これですよ ね、本当にこれこれ、ここが見たかったのよ、このシーン好きだわ、綺麗、エクストラいっちゃって、うわバウンティーロワイヤル来たよ、じゃあこの早速、はい、バウンティーロワイヤルの、バウンティーロワイヤル説明をしていきますね。お願いいたします、はい、じゃあですね、本気の出玉増加ポイント、まあ、はい、まさにそうですよね、うん、ここでやれなきゃいつやるんだって、いや本当ですよね、はい、うん、でバトルにね、こちら発展し勝利すればまた大当たりの方向となりますので、はい、はい、でバトルの開始時に仲間が参戦すると、はい、さらに勝利期待度がアップ。おお、仲間がね、まあ、なんかね、わーってね、今仲間いないってことですね。そうですね、なるほどね、うん、で仲間参戦時に勝利すれば、はい、マックスボーナスも獲得できる。はい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 、で対戦相手は7組ですね、こちら下にいる7組、うんうんうん、あ、これですね、仲間、仲間が今登場してる、ここでバトル行けば、はい、仲間参戦して、お、一緒に戦えるよっていう話です。一緒にね、はい、その分パワーアップしますからね。でロットンが来ると勝利が濃厚となりまして、うん、はい、そうなんだ、で欲しいな、16ラウンド、熱い熱い、濃厚となります。まあ、嬉しいですね。ピカピカすもね。いや本当ですよね、星5だしね。もうさっきからね、このバーストロワイヤル止まりそうで止まらないみたいな。行くのか？オッケー。おーい、止まったー。現れましたね、バーストロワイヤルは。現れましたー。さあ、まあ、誰が来るか。そうなんですよね、うん、ここの球数が少ないほどチャンスになる。あ、今どうだったんだ、結構、まあ、結構多かったですねあ、でもこれでバトルには行くんで、はいはい、相手この子かな、こいつは、このおじさん、トーチさんですか、期待度が3ですね、3ですよね、しかもちょっと出玉少なめでしたよね、彼は、彼は報酬少なめっていう、うん、まあまああまり彼は、まあ、うん、気にしないでいいかもしれないこういうこと言っちゃいけないですけ ど、 あのこの原作的な意味でのあれですね、はい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 、ダイにとってはまあ重要な人物ですけども、あ、でも負けることはないのかな、どうなんだろうな、ここまだ
仲間が参戦ではないので全然負けちゃう可能性も。そうですね。うわよかったよかった、とりあえずセーフということで。でも今このフラッシュみたいなのが青いけど、もうちょっと、これね、あれなんですよね、2回その、ファーストとセカンドで2回バトル続けますので、はい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 、あれ負けが出てきたぞ。ありえますよなんだってなんだっていや気持ちです、ここは気持ちで勝つぞいや言うてもね、まあ言ってもトーチだから、ほらもう行くぞ、大丈夫っすよ、大丈夫、ほいほら大丈夫今何も根拠ないですけど、なんか不安そうでしたけどね、なんか大丈夫かなと思っていけました、うん、うん、まあ、とりあえず2連、まあ、うん、本勝は少なめだけど、まあ、勝ってよかったって感じですよね、継続してなんぼですよね、勝てばいいと、はい、勝てばいいと、はい、よしよし来ますか、すごく立体的これ 3D ではないけどすごく立体的、う、ね、もうあれもうこの角度を描いた人の腕ですよ、すごいですよね、なんかね CG なんですかね、うまいですね、すごい、うん、まあちょっとここら辺の強いやつらも見たいですね、そうですね、うん、さっきはね、あのロベルタがちょっとあのちらついてました、いないものにされてましたけども、今回はまだいるっていうことで、まあ、でもロベルタ強いからね、ちょっと負ける可能性もすごいんですよね、ただ勝てば嬉しいっていうのはすごい、もう どっちを取るかってところですけど、そうですね、まあ、まあ若干ロベルタに会いたいみたいな、まあ、僕が、うん、ロベルタ推し、いや、うん、レビ推しなんですけど、ああそうなんですねなんか一番のライバルみたいな感じ、あーそういなくなっちゃった、うん、僕はもう原作ファンなんでね、もう見てるだけでワクワクしますよ、あーねー、原作好きな子本当にね余計楽しめちゃいますしね、おい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 、昇格だぜこれ、エダはなんかこうなんていうんですか、レビーの悪友というか、うんうん、悪友腐れ縁みたいなやつですね、おーおーおー、そうなんですね、うん、大概暇な時一緒にいますから、そう暇な時レビーとエダはそう、めっちゃ仲良し、友達、うん、マブラチだ、教会の中でお酒飲んでますから二人で、うん、いいんですか教会、そんな居酒屋みたいな使い方して、いやもうぜひ原作を読んでね、もうみんないいキャラしてるんで、本当にそうなんだ、すごいね本当、でも1話の時点で結構面白かったです、面白いですよね、うん、面白かった本当に、いやもう俺はあそこで1話でやられましたからね、うん、あ俺もロアナプラに行くんだって決めてるんですよマジですか、うん、ああいずれ はロアナプラ、ロアナプラへ、うん、夢を見ることはね自由なので ね、はい、いいと思いますよ、おーいバーストのワイヤルだ、若文字だしね、あ、ちょっと少なめなんじゃないですか、ちょっと上がってますね、おあでっかエイリアン先輩じゃないですか、エイリアン、パイセンが、ね、いましたね、なんという引き、あんな感じで出てくるんだ、かわいい、持ってってますね、なんかしかもドープ、ナナ、イエーイ、イエスイエス、これは嬉しかった、これはちょっと上がりますね、いい映像撮れましたね、いい映像撮れましたね、うん、スクショしましょう、スクショしましょう、そうですね、上がってから動画が、そうあプレミアボーナスだって綺麗な、ね、いろんな異名がありますからね、皆さんね、そうなんだ、異名なんか異名、うん、異名日本語合ってるか分かんないですけど合ってますかね、うん、合ってますよ、レビーだったらトゥーハンドっていうあだ名があるわけですよ、そうなんだ、あ、2個使うから二丁拳銃ってことですか、あ、またこの1920みんなマックスになってる、あ、マックスゾーン、オールマックスゾーンっていうのがあとこれになるみたいっぽいですよ、なるほど、発見しちゃいました素晴らしい素晴らしい素晴らしいこのホリエモンめちゃめちゃかっこよくないですかと言っていたら、かっこいいったら赤が来たかっけーかっこいい、うえうーゼロになった、めちゃめちゃ今レザーの質感でしたよゼロね、そう思った、なんかすごいなんか質感かっこいいなと思ってめちゃめちゃレザーでしたね、レザーなんですね、確かにレザーっぽかった、
お、もうロベルタさんがいない。よし、ロットン、ロットン来い。あ、来なかった。銀次先輩ですね。銀次さん大丈夫かな。まあ、ちょっと男気に見ますか。あ、 見ときますか。そうですね、さっきも言ってたし。本当だ、日本刀だ。これ勝ちたいな。もうタイマン張ってるんですか。これは、お、あ、やっと、やっと、嬉しい、ありがとう。いらっしゃい。 ありがたい。こういう感じで仲間がやってくるんだ。この仲間いる間はバトルが3回戦になるんで。あ、そうなんですね。仲間いる間は負けません、はい、お、ありがたい。だってもう強いから。銀さん強いんだよね。おー、よし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 、強い強い。でも彼は銃弾切れますかね。ん、バーンって撃ってきた銃弾ピンって切れますか。そうなんですか。実質最強ってこと。めちゃめちゃ強い。おー、綺麗。何これ。これはすげえ。プレミアムゾーンだって。めちゃめちゃ、かっこいいな。かっこいい。これはもういい、いいね、この二人。そうなんですよ、うん、ほい、どーん。いい音。おー、うからの、あ、悲しい。そっか、推し面が、みんな好きなの。こっちが負けても悲しいし。みんな大好き。もう心が忙しいです、うん、心が忙しい。すごい、ダイヤモンドみたいなのがバーって来てますね。欲しいですもんね、今の。欲しい欲しい、拾いたいみたいな。よいしょ。おー、美しいですね。美しい。継続継続、もう5連もしてますよ。早いですね。早い、やっぱりすごいな。あれですかね、うん、ゼロアタッカー先輩の。そうですね、やっぱパイセンのおかげで。お力なんですかね。お力でサクサクっと行ってくれちゃってる。ブレイクゴワイヤーですね。おっ、お、またちょっとチャンス、カンチャンスだけど、なんか、あ、待って、全部1920だよ。おお、これはシェーホア。シェーホア、ただ期待度が3ということでね、他の2人に比べたら、うん、まあでも、まあでもね、うん、あ、来るか、あ、来るか、来るんじゃないかな。お、来た、強いわ。こいつらなんやかんや仲いいですからね。ねえ、仲良しですよね。このシェンファーも仲いいですからね。あ、そうなんですか。仲いいとか、こいつも、いいの、こんな、なんか、うん、戦い合い、まあ、敵っちゃ敵なんでね、殺し合いしてますけど。こんなあんま敵とか味方とかないんですよね。急になんか戦うし。そうなんだ。あ、あ、負けてしまった。え、一人になっちゃったんだ。そうなんです。あら、あらあら、これでもう負けないっていうあれはなくなっちゃったんです。なんけども、けどもけども、プレミアム、何、なんか間違えたか、もしかして。なんかあったかな。お、なになに、かっこいいかっこいいかっこいいやつ。オッケー。いや、ふい、はい、すごい、今の流れすごいかっこよかった。そうですね。わー、いい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 、めっちゃ楽しいな。もう表示で6500も、おー、うん、6500、マジか、早っ。わー、銀さん強いぞ。強いし、しかもなんかこの枠の色もなんか銀だしな。おー、わー、お、てか、喜んでる場合じゃないですね、今。そうですね、うん、負けちゃうよ。日本刀強いからな。あー、え、おわ、あ、負けたんじゃないですか、これ。罰になってるし。え、マジか。レンダー、レンダー、ちょっと頼む。
上がれ上がれ、これはもう金も出ちゃう、レインボーも出ちゃう。ダメか、残念。おあ、そう、そして時短ですかね。はい、これ100回転、100回転時短がいただけますので、はい、なるほど、引き戻せるのかな。ラスト、うん、のまあ、でも7回もね、ね、6518と、いや結構稼いだぞ。そう、これはもう、うん、もう僕じゃ今日帰ろうかなってか、うん、なりますもん。私も多分もう今日は撤収ってなります。飲み行っちゃおうかなみたいな感じ。行っちゃおうかなみたいな。で終わりますと、そのこのガールズモードっていうのがいきますね。はいはいはい、ガールズモード。はい、これ15回です。15回転。はい。はい。はい。では、うん、ちょっともう。めちゃめちゃ、はい、そうなんです ね、結構大当たりしてて、うん、はい、ちょっと羨ましくなっちゃったんで、はい、次交代して僕がはい、はい、打っていこうと思います。次はじゃあ、はい、さんがね、交代。いや、めちゃめちゃ初当たり珍しいのでしたよね。ねえ、でしたね。ラグ紹介リーチで、うん、そう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 、そのまま、まさかの、だって一番やばいリーチですからね。そうですよね。えみたいな、このまま当たるのみたいな。ここっすね、本当に。ヒッキーすあるとしか思えないね。まあ、ショールーム仕様というのはあるとは思うんですけども。そう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 。なので僕はちょっとまだ出せてないんで、はい、エピソードリーチあたりを狙って、ね、狙って行ってみます。やっていきましょう、はい、ちょっとやっと打てるってことで。そうですよね、そっかそっか、好きなのにね、ずっとね、そうそう、打てなかったから、やっと来たね、やっと。今こんな景色綺麗な感じですけど、普段はそのどこ、いろんなところで煙が、マジで爆発とか銃声で、そういう街ですよ。ちょっと旅行行ってみたいなぐらいに思ったけど、行ったら死にますね。じゃあ、そうですね、マジか、やばいやばい。僕行きたいんですよ、本当に。ずっと行ってますけど。そっか、憧れの街ですもんね。住むんでしょ、いつか。いつか住みますね。もういいやってなったら住もうかな。もうリタイアした、うん、じゃあもうここ。おお、いきなりびっくりした、今本当にびっくりした、いきなり来たよ、すごいですね。ちょっと気持ちを込めてここで止めよう。止めましょう、止めましょう。静か、あ、ぶち切れ、待ってくれよ、開けんじゃねえ。この引きがあればな、普段も。すごい、3回目押せと。おーおーおお、まさか、まさか。うわ、え、なんかこれ、なんかこれ、なんかこれすごくないですか。あ、初めて見た。これはあれですかね、なんだろう、なんだ、軍的な、軍的なあれですよね、軍的なセクシー軍で、セクシー軍。おっと急に、急に終わない。いいよ、よしよし。いいですね、ですね。ランクアップ。じゃあこうなってくるとですね、お、あ、俺も昇格してくれないかな。わお、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 もうこのピストルがリアル。そうですね、すごいすごい、カトラスが。あ、クライマックス来ましたね。じゃあこっからのブラッ、ブラッ、ブラッティ、ブラッドパーティーを、ブラッドパーティー、ちょっと期待していこうかなと。まあもうすごい暑そうですけどね。ね、すでに。これはもう、これはいけるんと思いたい。まあこの上に金があるからって思っても、あ、もう。はい。ああ、赤になった。赤くなった。かっこいい。来た、わー、すごい、これはすごい、ブラッドパーティーや、ブラッドパーティー、見れた見れた、うん、これはクライマックスリーチ中のチャンスアップ。へー、かっこよかった。やばいですね、やばいですね。いい音してましたね。いい音してた、プリーッツ。あ、出会って、出会って、出会って、あはやったこのために生きてんな。
あ、六六六ですよ。ロックじゃないですか。若け。なんて？Time to love forever。英語弱いから。英語弱い。英語弱いから。まあ原作であるセリフだとは思うんですけど。ああそうなんです、ね。英語弱いんで、うん。ちょっとなんて言ってるか分からなかった。はい。はい、ではですね、うん、はい、僕も当たって、はい、うん、ブラッドパーティー見れて見れてね、でやったんですけど、はい、ちょっともうあんま時間ないってことなんで、あ、そうなんですか、もうちょっと通常時の演出を見せようかな、はい、そうですね、通常時もうちょっと、はい、まあ目指すはでも、はい、エピソードレイツ、エピソードレイツ、エピソードレイツ、ほんとね、今日出てないですもんね、出てないですよね、まだね、見て、やっぱ激アツ演出なんでね、あんまりエピソードリーチとかは、うんね、そんな、いくらショールームといえど、あ、レターもうすごいですけど、そうですね、うん、誰のが見たいですか、誰かな、やっぱ私、あのレビーのやつかな、レビーで、うん、まあ、そうですよね、あのまだそんな知ってるキャラいないから、ちょっと知ってるの言ったんだけど、レビーと、はい、バラライカとチャンさん、あ、この人、そうかそうかそうか、バラライカとチャンさんまだね、まだそうですね、うん、あんま仲良くない感じですよね、そうそうそうなんですよ、おー落ちてきた、お、どれ見たいですか、僕も、うん、でもレビーのが見たいですかね、レビーか、うん、バラライカのが見たいですね、はい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 、ちょっとあの好きなシーンなんでどっちも、その原作でもで、ね、みたいな、そう、うん、エピソードリーチはもうもろね、それですもんね、アニメのやつが、おお、来た、ぶち切り、なにこれ、これ、なになになにですか、なにこれ、あ、この色、さっきブラッドパーティーの背景もこの色でしたよね、そうですね、ブラッドバス行くのかな、わあ、すごい、すごい、真っ赤なやつ、真っ赤なやつ、今日赤保留引くの得意普段苦手ねえ、でもなんかちょっと最初のあのなんだろう、そうですね、レビーのあれ、おー激推しだった、おい、なんすか、なになになに、え、これもしかして、え、え、バラライカ、あれじゃない？プッチョにしましたけど、え、もしかして、あ、え、これもこれエピソードじゃないですかね、ですよね、え、すごい、あ、ちゃん対抗ですもん、え、すごいだけどちゃん対抗でしたね、まあまあまあ、でもまあね、まあね、素晴らしいですよすごくないですか、これやばいっすね言ったら出たよ、このシーンは、はい、あれですね、好きなエンゼルとウェーテルが、うんうん、絡んでくるシーンなんですけど、やばいっすね、ちょっと写真撮りたいもう仕事の忘れてね、そうですね、うん、本当だ、変でくれてる、マグロにゆで上がってしまったわよ悪い、悪い笑い方、そうなんですよ、うん、かっこいい、何あの、何あの銃、なんかシグネちゃんモデルですよシグネちゃんモデル、ほんとですね、オリジナル特注じゃないですか、かっけちょっと笑っちゃったいや大丈夫でしょ、さすがに、うん、と思う、そうっすよね、だってですよね、よいしょやりましたね、ありがとうございますありがとうございますいやすごい、見れましたね、エピソード見れた、あ、かわいそうに、うん、へえ、チャンさんかっこいいです、かっこいいですよね、うん、はい、はい、楽しい時間はすぐですね、はい、もうシラは終了となってしまいましたが、うん、はい、打ってみて、うん、大橋さんどうでしたか、いや、すっごい楽しかったです、なんかもう派手だし、
なんですかね、かっこよさがすごいじゃないですか。そうですね。あとあのバトル、はい、あのバトル右打ち中楽しくて、うん、あの今日はちょっとね、あのトーチ寄りになりがちだったので、ちょっと次ホールで打つときはもういろんなキャラ出したいなっていうことで、うん、それこそあの好きな、うん、そう、ヘンゼルとグレーゼルとかも、うん、楽しみにね、打ちたいなと思ってます。うん、僕はですね、どうですか、うん、1個前の前作も打ったことがあるので、はい、やっぱりなんか、うんうん、まあもう先ほど小林さんおっしゃったように、はい、まあ、めちゃめちゃ筐体も、あと中の演出もですよね、うんうん、すげえ全部パワーアップしてるなって、はいはいはい、はい、もうそのまますね、なんか、うん、パワーアップしたなっていう、うん、なるほどで、うん、やっぱりその、はい、原作好きっていうのもあるんで、はいはいはい、演出とかもさっき、うん、最後に弾けたエピソードリーチとかも、はい、ねー、あ、これね、あ、これだこれ、あ、これねって、いや最高に楽しかったですねはい、楽しかったです。でですね、こちら、うん、本機の、はい、全国導入は12月の上旬となってますので、はい、ぜひ皆さんも入ったら打ってみてください。間もなくじゃないですか。僕絶対行くんで、ね、私も行きます、うん、本当にとりあえず地元のホール行って、うん、あったっつってそうやってわーって導入日にね、うん、もしかしたら渡るさんがいるかもしれない。12月上旬にわーってやってたら僕だと思います、気にしないでください、いても、はい、はい、それではこの辺で今日は失礼させてもらおうと思います、はい、じゃあ最後にバイバイカー、はい、からのバーっていきます。あ、行きましょうか。10なんでね、はい、はい、うん、せーの、バイバーイ、バイバーイ